ヤマハ WR250RX、WR250RX、WR2150RX はヤマハ発動機製のトレイルタイプのオートバイである。2007年の大阪東京モーターサイクルショーで発表され、同年11月16日に利用しようとも発売された。メーカー型番は 3D71R3D72 X。オフロードの R1 を目指して作られた行動トレールで、ハイガス規制に対応するため、4サイクル、電子制御燃料噴射装置など、先進の技術を多用している。名前こそ、レーサーと、同じく WR250 を名乗るが、エンジンからフレームに至るまで行動モデルとして、全くの完全新設計である。国内の行動モデルのトレールとしては初めて、 アルミフレームを採用。現在、日本で販売されている 250cc、トレールモデルの中では一線を超えたスペックを誇る。WR250RX のデザインは、ヤマハ最初の市販オートバイや、同社発のオフロードバイクなどのデザインを手掛けた、GK ダイナミックスの手によるものである。エルゴノミックス、センターマス、ミニマム、ニュームーブメントの4つのコンセプトから、 デザインされており、ライダーの意のままに操れる工夫や、サイドカバーや、テールなどに見られるな、今までのオフロードバイクの概念にとらわれない、革新的なデザインとなっている。WR250R は、トレールとして、オフロード用ブロックパターンのタイヤを、WR250X は、モタードとして、前後17インチのホイールにオンロードタイヤを、 採用しているのが最も大きな外観上の違い出る。また、フロントブレーキディスクの外形と内径取り付け位置、ブレーキのキャリパー形状、ブレーキピストンの大きさも違う。このため、R と X の前ホイールを交換する場合は、回ブレーキも交換することになる。フロントフォークのブレーキキャリパー取り付け部分の形状は、同一。発売以降は、カラーリング変更のみで、 モデルチェンジは行われず、両子をとも2017年にメーカーより生産終了が公表されている。WR250 回の市販車を作るという大きなコンセプトの下で WR250R の開発が始まった。この目標に向けて開発陣がまず悩んだのが純粋なレーサーと比べ市販車は様々な規制があるということであり。 例えばエンジンだけで見ても耐久性、燃費、騒音、ピックアップなど大きな違いがある。当初は WR250 回のエンジンをそのまま流用するという案もあったが、これらの規制をクリアするのは多くの困難が伴った。中でも耐久性と騒音の観点で市販車用として作り直すと重く大きいため高コストとなってしまい、大きな無駄が出てしまう。 結局エンジンは、既製品の流用ではなく、完全新設計とすることが決まった。その中でレーサーである WR250 回に近づけるために、少しでも鋭く高回転型に、しかし市販車として誰が乗っても安全に高い、耐久性を持たせるという、相反する要素を高い次元で両立させなければ、らなかった。 パワーをいくら出したところで乗りこなせなければ意味がないが、安易にパワーを絞ってしまってもつまらないモデルになってしまう。その中でピークパワーを出しつつ扱いやすくすることに重点が置かれた。77536mm のビッグボアショートストロークエンジンの完全新設計、エンジンを採用。国産トレール最高の 31PS1 万 RPM という高出力を叩き出している。それに加え、トレールモデルらしい高い耐久性を実現している。シリンダーヘッドカバーにマグネシウムを用いるなど、徹底的な軽量化とコンパクト化を図ることで、セロー250などが採用するクーレ 250cc 単気筒エンジンよりも、軽量、高出力となっている。圧縮比は11.8。 一という高圧縮エンジンであり、それに応じて燃料は無塩プレミアムガソリン、高炭化ガソリン指定となっている。Y g 以のフレームテクノロジーが活かされており、メインフレームに単造アルミ、その他にアルミ鋳造を採用。別体式のダウンチューブやシートレールには高張力交換を採用した回、剛性と柔軟性を立した構成となっている。 サスペンションは 46mm の体型インナーチューブを持つ倒立式フロントフォークを採用している。大きな衝撃にも耐えることのできる 270mm のストロークや伸び側、厚側両方に減衰調整機構もフルアジャストタイプを採用している。スイングアームはフロントからリアに向かったテーパー型で理系断面の素材を使用している。成形には ハイドロフォーミングという液圧による成形方法をとっており高い構成とデザイン性を両立している。ダウンドラフトストレート吸気を採用し、ポートを直線的に結び吸入空気を増やすことで充填効率を高めている。また、体型吸気バルブにはチタンを用いることで軽量化を図り、優れたバルブ追従性とリフト量を達成している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。